ご了解ありがとうございます。題目にある MR マイクロイメージングという言葉なんですけれども、実際にこの MRI の、使用しまして今回の、研究を行いましたので MRI の特徴を簡単に説明いたします。こちらは MRI、全身用の、臨床用で使われている MRI なんですけれども、 MRI の大きな特徴としては非破壊で3次元的に内部構造を計測できるということと、さらにその X 線 CT との違いとしてまず放射線被曝がないということ、またさまざまな画像コントラストがつけられるということがあります。また、こちらはまたコンピューターの処理によってさまざまな解析ができるというような、特徴があります。で、実際に MR マイクロイメージングというものは、MRI を用いて高分解能な MR 画像を取得する方法です。で、こちらに示しましたのが、すだちの MR 画像でして、こちらは1画素あたり80ミクロンです。で、こちらはブルーベリーの MR 画像なんですけども、こちらはさらに小さくて40ミクロンでして、このように拡大しますと細胞の並びなどがよくわかるような画像が得られます。胃管束をどのようにそれでは描出するかということで、背景としましてクラークラが柿の果肉組織と胃管束組織の緩和時間という NMR パラメーターの一つなんですけども、そちらが T1 というものに大きな差があるということが分かりました。このことから殺像法の一種である緩和時間強調殺像法というもので胃管束が描出できるということです。また高磁場の MRI を用いまして MR マイクロイメージングというものを行います。簡単に緩和時間強調殺像法というものを説明いたしますと、MR 画像、得られる画像の画像強度は、こちらのような 3つの掛け算になっていまして、それぞれ役割がありまして、こちらに示す資料による内部パラメーターの先ほど申しました T1、T2 というものと、計測者が自由に変えられる外部パラメーターの繰り返し時間、エコー時間というものをがによって画像強度が決定されます。で、こちらに示しましたのは、梅の南高梅の画像なんですけども、例えばこの真ん中の T1 を含む項を強調するような画像を得ますと、このように真ん中の種や、その横の太い管束などがハイコントラストで描出することができます。さらに T2 というものを含んだところを、強調しますと、このように逆に種は暗くなってしまいます。このように自由にコントラストを変えることができます。本研究の目的としましては、MR マイクロイメージングによって果実の胃管束構造を3次元的に明瞭に可視化するということと、さらに、実験では角化類と人化類の比較を行いました。また、それらの画像から胃管束を定量的に評価を行います。実験方法としましては、筑波大学の農林技術センターにおいて、これらのサンプルを毎週、開花時期から、成熟まで毎週サンプリングしまして、こちらの 4.74 テスラの磁石と 1.1 テスラの磁石を用いて殺像を行いました。使用したプローブが これらのようなものになってまして、これらさまざまな径のプローブになってまして、このように例えばリンゴですとこのように中に入れて使用します。果実の径に合わせてそれぞれ最適化されていますので、それらに合わせて使用しました。それでは胃管束構造の可視化ということで、簡単にどのようにさらちょっとコンピューターの処理を行いましたのでご紹介しますと、得られた画像から視線方向に沿った画素値の中で最大なものを投影像とする画素値と方法ということなんですけれども、実際にはこのように胃管束を3次元的にあったものを2次元につなげることができる手法です。で、こちらは、梅の殺像結果なんですけども、このように先ほどの MIP 処理というものを行いますと、このような画像がつなげて胃管束を表現することができます。で、こちらが3次元画像でして、このようにハイコントラストに白く映っている部分が胃管束だと思われます。で、それを
妊婦処理によって三次元的にどのようにつながっているかということがこちらで可視化することができました。で実際に梅は、全て同じような構造をしていまして、真ん中に大きな種がありまして、そちらの周りに大きな太い管束を有しまして、そこから、外側へ果肉の方へ分岐をしていくというような構造を見ることができます。またこちらは桃なんですけども、桃も同じように、こちらの2種類に関しては、まだ光覚期に入る前ですので、その名残といいますか、そちらの部分が、白く映ってしまっている部分だと思われます。こちらはもう収穫直前のものでして、このようにきれいに梅と同じような構造が見られました。こちらが、香水の2本出しなんですけども、こちらも、カッカ類と同じような構造でして、種を真ん中に有しまして、その周りに大きな太い管束が、花片の方から来まして、そこから種を中心に外側へ伸びていくというような構造が得られました。リンゴも同じような画像としまして、ほとんど日本梨と同じような、こちらに太い管束がありまして、そこから分岐をしていくというような構造が見られます。カッカ類と人科類は、当初は、やはり構造が異なるのではないかというような仮説があったんですけれども、実際にはどちらも、種子の方から果肉の方へ網目のように、分岐をしていくという構造が見られました。これらから、まず一つ目として、中央に太い管束をして、有して網目構造しているという部分から、網目構造は表面積を大きくして、養分の効率化を図るということが、考えられます。また、種子を中心にしているということでして、オーキシンなどの影響もあるのではないかというような仮説が立てられました。それではその次ですね、二管束の定量的評価としまして、どのように評価を行ったかというのを簡単に説明しますと、先ほどのこのような、梨の画像をで、こちらは、種や、胃管束の部分が、ハイコントラストで描写されているんですけども、そちらをですね、このようにコンピューターで画像処理しまして、果肉の部分だけと胃管束の部分だけを、切って、こちらのように、果肉の部分をすべて信号ゼロとしまして真っ黒にします。そうしますと、このように、胃管束と種が、抽出された、ものが種のみを除去することによって胃管束だけの、画像を得ることができます。でこちらが三次元的に、先ほど示しました、構造の通り、真ん中に種があったんですけれども、その周りに大きな胃管束があって、そこから周りに、分岐をしていくということがこちらでも確認できます。でこちらが、今の画像から、体積を算出しまして、1画素あたりの体積がそれぞれの画像では異なりますけども、そちらから換算しまして、こちらが落下期から収穫期までの胃管束の解析と果実の体積のグラフです。こちらから見るように、胃管束の体積と胃管束の次前体の体積が同じような感じで増加しているということが分かります。でこちらからさらにその胃管束と果実の体積の相関を取ってみますと、どの果実に対しても高い相関が得ることができました。さらに、果実の種類によらずその、グラフをプロットしましたところ、全て同じような直線上に乗りまして、これらから、まず、果実体積と胃管束の解析は相当、相関が高く、果実の肥大に胃管束の増加が必要不可欠であるという、当たり前の話ではあるかもしれませんが、こちらで定量的に確認することができました。でさらに、こちらの部分が、細胞分裂期とし、してこちらが、肥大期としまして、各果実によって、考えましたところ、それぞれ直線に乗りまして、もちろんその果実の種類によって傾きが異なりますけども、分裂期においてもしっかりと、一時的に増加をしているということが分かりました。肥大期に関してはどの果実も、ほぼ